タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は SH フィギュアズアントラを紹介します。アントラとは初代ウルトラマン第7話に登場した怪獣です。バラーズの青い石というエピソードに登場しました。モチーフとなっている昆虫はカブトムシとクワガタムシです。というわけで開けたいと思います。はい、こちらプレミアムバンダイ限定の商品ですね。さあ、行きましょう。いざ、開封の儀。さっと開けていきましょう。行きます。せーの、ドーン。うおー、お、結構ウルトラマンらしい感じがしますね。初代ウルトラマンっぽい感じがします。ウルトラマンの怪獣ですからね。来ました。はい、こちらが SH フィギュアーズアントラーでございます。イエーイ、おめでとう。来ました。いやー、素晴らしいね。かっこいいね。リアルな感じが、このね、パッケージがね、もう物語ってますよね。本物の着ぐるみですよね、これね。素晴らしいね。横、はい、アントラーの影らしきものが映ってますね。いやー、素晴らしい。ちょっとね、感動しております。楽しみでございます。はい、裏面はこんな感じです。一応下も向けましょうか。アントラーがリアルに描かれてますね。はい、ドーン。こちらね、はい、あと裏面はね、こんな感じでね、オプションパーツ、砂からね出てくるんですよ。この磁力怪獣アントラーがね、砂から登場するっていうね。四足歩行で歩くんですよね。四足歩行で歩くっていうのがね、すごい虫っぽい感じがしますね。モチーフとなっているのは先ほど申し上げた通りね、クワガタとね、カブトムシなんですよね。ただ、アリ地獄から名前を取ってます。はい。ですので、アリ地獄的な要素も入っております。そんな感じで、パッケージ開けましょう。よっ。さあ、登場です。いきます。せーの、ドン。おー、すごい。ほんとね、リアルですね、すごい。すごくリアルです、やっぱり。フィギュアーツってほんとにこんななんですね、フィギュアーツ。毎回思うんですけど。こんなすごいですね、やっぱりね。これは半端ないっすよ、ほんとに。はい。まずこれ、砂から出てくるシーンを再現するオプションパーツ。ここのザラザラ感すごいです。はい、一応ね、シリアルナンバーが書いてあります。取り出してみます。アントラー取り出しました。うわ、すごい。マジで。はい、こんな感じですよ。自立はね、ちょっと不可能ですね。いきなり取り出してみたんですが。魂ステージで固めときます。こんな感じです。はい、アントラー。このフォルム、見てください。ハサミがね、すごくね、銀塗装がね、リアルに再現されてますね。ほんとね、黒とね、銀のね、使い分けがね、すごくリアルに描かれてます。はい、そして目。軟質ではないですね。硬いですね。これは硬いです。ここにもね、パーツがあるんで、ここはね、柔らかくはないですね。ここも硬いですね。はい。ちょっとね、見えづらいと思うんですが、ここ、逆さにしました。こんな感じで、この口元が動きます。はい。二手に分かれてるんですよ、ここ。二手に分かれてて、ここの口元はね、動きますね。ぐりぐり。でもそんな、でも、深くは動かないですね。浅めな動きです。そして何と言ってもね、ここはね、ほんとね、色使いがね、こっからね、ほんとすごいことになってます、ほんとに。こんな精巧なフィギュアはね、すごい、ないですよ、ほんとに。ウルトラアクトの時から考えるともう、ほんとすごい進化ですよね。すごいっすよ。こんな感じです。裏はこんな感じ。背中の部分。はい。水色になってますね。で、コブのようなものができてます。はい。いやー、すごいね。カニみたいな感じですけどね、見た目は。なんかカニっぽい感じがしますけどね。関節を今度は動かしてみたいと思います。可動はね、ちょっとね、これぐらいかな。横に動くかな。横に動く感じですね。はい。上にはちょっとね、動くね。こう行けますね。こう行きます。はい。こんな感じで動きます。はい。で、ここ、下に下ろすこともできますし、気をつけないとね、これね、ちょっと気をつけて丁寧に動かしましょう。こんな感じです。はい。で、ここから横にもこういけますし、
どこにも行けますね。はい、手首パーツもこんな感じで動かせます。はい、手首も回すことができますし、あとはここのアントラーのね、ここの角部分、角部分はね、ここ、はい、ここまで、こんな感じで両サイド、だいたい同じぐらいに動きますね。はい、そんな感じですかね。足はね、ここね、ここが上最大限ですね。足曲がらないです。足は全然曲がんないです。足首は動かないけど、蹴る技ぐらいはできるかな？こんな感じですかね。できたとしてもね。でも蹴る技になってないね。蹴る技にはなってない。こんな感じで。怪獣系のアーツはやっぱり稼働ギミックは少なめなんですかね。稼働範囲は狭めですかね。こことかね、すごいザラザラしてて、質感がね、やっぱね、フィギュアらしからぬ質感がしますね。こことか特に。胸のとことか特にね、フィギュアらしからぬ質感がします。本物の虫を持ってるような感じがしますね。あとここも見てほしいんですけど、口は開閉します。で、ここまでこんな感じで広げる角度も結構ギリギリな感じですね。1ミリ程度ですかね。1ミリぐらいしか開かないですね。さあ、ではいろいろポージングを撮らせてみたいと思います。では行ってみましょう。 GO!はい、地中からね、出てくるね、オプションパーツにね、取り付けてみました。取り付けがね、ほんと大変でした、これ。コツがいるからね、ほんとね、傷つけないように、慎重に取り扱ってください。ここのね、目の部分とかね、硬いんで、やっぱ折れたりとかもする可能性もありますしね。ここの触覚もね、軟質ではないので、軟質じゃないですね、こちら。ちょっと柔らかめですが、折れやすい感じですね。折れやすくできてます。ほとんどのパーツが折れやすいパーツでできてるんで、口の周りのね。いやー、ですがね、ここね、ほんとすごい地中から出てきたって感じがしますね。ポージングが決まりました。はい、では次のポージングに行ってみましょう。 GO! はい、というわけでアントラーがこちらね、歩いている様子を再現してみました。はい、パッケージの裏面のね、写真を参考にしてちょっとポージングって決めてみました。虫っぽい感じがしてね、独特な虫っぽいあのポージングいいですね。こういう飾り方もいいかもしれないですね。ずっと飾ってるとね、やっぱりね、木だった場合ね、木と接触してたりするとね、やっぱり良くないんで、くっついちゃったりするんでね、塗装部分がくっついちゃったりする可能性あるんで、あんまりおすすめはしないですけど、やっぱりこういうポージングもありっちゃありですよね。はい、リアルです。すごくリアル、素晴らしいね。はい、こんな感じです。というわけで続いてのポージング行ってみましょう。 GO! はい、というわけでスペシウム光線を放つウルトラマンに立ち向かっているのがアントラです。いやー、実に様になりますね。本当にリアル、臨場感がね、すごい出ますね、やっぱりね。このスペシウム光線エフェクトがいいですよね。テレビ本編の映像を完コピしてますね。でね、あと思ったのが、ちょっとね、アントラね、ここのね、魂ステージにつけるときにここがね、ちょっとはまりづらくて苦戦します。お気をつけください。いやー、でもいいね、ここほんとね、かっこいい。色の塗り分けも素晴らしいよね。ただちょっと写真と見比べるとちょっと違うなって思うところあるんですけどね。ちょっとここの写真と見比べると違いはありますよね。なんかここの部分が黒いところがここは足りないような感じもしますね。ちょっと違いはありますね、やっぱりね。このリアルさですよ、やっぱりリアルさ、素晴らしいリアルさですよね。これちょっと飾るときにちょっとね、倒れそうで怖い。だから支え、もう、魂ステージで支えるって感じですね。支えて固定する感じです。いいですね。様になりますね。はい、というわけで、プレミアムバンダイ限定、SH フィアーズアントラーの開封レビューでした。いかがでしたでしょうか？僕はもう大満足です。怪獣がいるとね、やっぱね、ほんとウルトラマンを飾るね、幅も広がります。はい、ウルトラマンは怪獣がね、ほんとね、すごい充実してますよね。というわけで、次回もまた見てくださいね。グッバイ！こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。